吉宗評判記暴れん坊将軍。何を吹かして。え？それは何だ。甘いもでございますよ。甘いも。食べてみなさるかね。うん、もらおう。はい。はい。お待ちどうさま。おお、これが甘いもか。はいはい。うん、うまいでしょ。うん、タスケ、お前も食べてみろ。はあ、ではどうだ。はあ、ほんのりとした上品な甘みでございますな。バヤ、この甘いもはこの辺で取れるのか。ええ、甘いも先生がお作りになったんでございます。甘いも先生。やめろ、やめてくれ。おい、やめてくれ。やめろ、何するんだ。やめてくれ。おい、うるさい。へんてこなものを作りやがってくれろ。引っ込んだろ。へんてこの野郎、首根っこ引っ込んだれてるか。あろう、くるくる、くるくる、あっ、あっ、お、あっ、なんだこれは。あっ、じゃあ、すげえ、なるほど。おい、獲物。お前だろ。おい、おい、おい。大丈夫か。ちょっとお伺いするが、もし甘いも先生というお方では。そうだが。私は徳田新之助と申す。いや、この先の茶店にて甘いもを食し、先生のことを聞きました。ぜひ甘いもの栽培方法などをお聞かせ願いたい。そいつはどうも。わしは青木文蔵だ。よろしく。この文蔵こそ後にさつまいもの神様と崇められる青木昆陽その人である。この日、青木文蔵は新しい作物甘藷の有用性とその栽培方法を熱っぽくしゃべりまくったという。関東大寒
伊崎郡兵衛にございます。郡兵衛、関東の地に辛いもを作る者はどれほどおるのか。恐れながら、むやみに辛いもなどを百姓が作りますれば、米作りに支障をきたし、ひいては年貢米の収納にも関わりますゆえに。辛いもは日照りに強く、稲子の害もなく、また荒れ地でも作れると聞く。その方、青木文蔵なる者を存じておるか。青木、さて何者でございましょうか。伊東当該に学び、目黒にて辛いもを作っておる気鋭の学者だ。いわ辛いもこそ飢饉の際、米に代わることのできる第一の作物と考えておる。郡兵衛、その方も一度訪ねてまいれ。はっ。はっ。上様直々のお言葉でございます。辛いもなど、そのような作物が蔓延いたさば、瑞穂の国の大元が崩れるわ。上様のご推挙な。まったくもって、今の上様は森の中のたった一本の弱々しい若木のようなもの。大納言様がそう仰せられた。この男たちが頼りにしている大納言とは、尾張六十二万石城主御三家筆頭の尾張大納言宗春のことであった。その赤城、いずれは立ち枯れるとな。かまん、青木なる不定の者など、早々に江戸から追い払うことだ。よいな。御に勝手に遠乗りなどなされて、万一のことがございましたら、恐れ多くも東照宮様に申し訳が立ちません。いや、それどころか、天下は再び。わかったわかった、もうよい。じい、風呂の支度ができたようだ。どうだ、久方ぶりに一緒に入るか。え、子供の頃、じいとはよく一緒に入ったではないか。めっそうもございません。誰ごとにもそのような。上様、ここは一体どこだとおぼしめされます。他人に聞かれてもしたら、上様のご意心にもかかりまするぞ。助八、それであの乱暴者の正体は分かったのか。は、品川宿の博打打ち、赤毛の九六と申すものでございます。わざわざ品川から目黒の在方まで参って乱暴いたすとは、一体どういうわけか。はい、あの連中が饅頭菓子などを茶店に卸していたとか。甘いもの陰でそれらの売れ行きが悪く、それで乱暴、あれからまた押しかけてきて種芋を荒らされたそうです。それで青木様はこっそり夜逃げ同然に深川の長屋に引っ越しなされました。では辛いも作りを諦めたというのか。そのようでございます。助八、出かけるぞ。手配をいたせ。ああ、またしても。まあ、そこが上様らしいところじゃが。それにしても、紀州は良いところじゃった。ここはまるでアホどもに囲まれた檻の中。ご無理もないわ。とっときのお砂糖をうーっと入れて作ったんだからね。ありがとうございます。はい、お茶よ。はい、すいません。おお、坊や、聞けるな。おい、おお、またおじさん、ただけだ、無駄持ちうめかかって。ああ、そうか、本当遠慮しに食べろよ。ありがとうございます。遠慮しないでよ。いくら真面目に働いたってね、不作じゃ年貢が納められないもの。世の中どっか狂ってんだよ。一体誰が悪いんだかね。あ、おお、新さん。新之助さん。お、もたもちか。おかみさん、またしばらく厄介になるよ。あら、また。おい、またあれだろ。ねえ。はい、新之助さん。お抹茶。どうせ惚れるなら、うちの頭みたいに働き者に惚れた方がいいよ。おい、
前なんてこと言ってバカだな。新さんお前ちゃんと悪い。どうぞ お食べください。あ、源さん、ちょっと、ちょっと来てくれ。これを七草に？これは頭が日本橋の呉服屋からこの間買ってきた。頭には内緒だよ。帰りにお酒を買ってきておくれ。するってと、その文蔵さんに辛いも作りさせるってわけですか。うん。ところが本人はすっかりやる気をなくしてるんだ。うん。じゃあ会ってきたんですか。ああ。俺一人の力ではな。あの種芋も九六が全部近くの沼へ放り込んでしまった。残念だが諦めるより仕方がない。とにかく文蔵にやる気を起こさせるためには九六の背後で糸を引いてる奴を見つけ出し、そいつを懲らしめるしか方法はなさそうだ。新さん、これどうも裏ありそうだな。品川の九六のとこは俺はちょっと当たってみろ。やめときな。おめさんのしようとしてることは一種の道楽だ。道楽？そんな道楽仕事に付き合わされたんじゃ文蔵もたまらねえや。誰だてめえ。いい、めぐみの辰五郎と申します。そうかい。おめえか。近頃まといを振り回しでけえ面をしてるってな。夜回りなら間に合ってるぜ。おい、何を言うんだ。九六親分に取り付いてもらいてんですかね。バカ野郎。てめえらまといもんにゃ仁義ってねえのか。え、飛びには仁義はござんすが、火消しには仁義はござんせん。でもどうしてもとおっしゃるなら、あっしりにやらしてもらえますか。面白え、見せてもらおうじゃねえか。なおい。何しゃるんで。火事場の仁義でね、こいつを立てたうちは明日らの持ち場になるんでございますよ。だから万一の場合、大黒柱やる者とも引っ張抜いても構わないんですね。んだとこんなやってめ。聞いたぜ辰五郎。いい度胸だな。おめえさん、この俺に喧嘩を俺に来たようだな。人の家へ土足で上がり込みやがって、どういう文句があるってんだい。おやるんじゃねえやる。おう、てめえらに悪さされたな甘いもの先生は俺の知り合いなんだよ。訳聞かせてもらおうか。訳を聞かせてもらおうじゃねえか。ええんな。なんだと。おるなさい。待ちなさい。九六、町火消しを相手に喧嘩をするなんて、お前は本当にどうかしてます。何かそれに。辰五郎さん、私は両国の雑穀問屋、この九六の兄大黒屋喜八と申します。大黒屋。はい、今日のところは一つ私の顔に免じて。まれついての君近者でつい乱暴な口が利きます。どうぞ一つ。よし、わかった。今日のところはおめえさんの顔を立てて引き上げてやる。おい九六、これから甘いもの先生にお前変な手なんか出しやがったら俺は承知しねえぞ。わかったな。わかったな。春までにここを辛いもの作れる畑にしようじゃないか。深が土地が低いから水はけが悪いな。関東の平野はほとんど湿地だ。米作りには向いているが、果たして辛いもが作れるかどうか試してもらいたいんだ。あんたの話聞いてるとまるで天下国家を。まあやめてこう。砂入れて身を高くすればいいだ。だが、でも江戸へ来て百姓ができるな
思ったね。んだ大黒屋、そいつはおかしいぞ。どうして。大黒屋といや麦や泡を扱ってる雑穀問屋だが、江戸の砂糖の半分くらいを商ってる御用達だ。砂糖。それじゃあ、あの大黒屋が喜六を。うん、おそらく文蔵を目黒から追っ払ったのは大黒屋の差し金だろう。いや、もっと後ろで糸を引くやつが。しかし文蔵もいい迷惑だ。あのね、小内さん、さっきからあんた、あの文蔵文蔵って言ってるけどね、青木の先生知ってるの。おお、よく知ってる。いや、まあ会ったことはないが、学問の上でな、そこらの学者と違って土生骨が通ってるようだ。というわけで文蔵の居所は分かりましたが、何しろ町火消し辰五郎が後ろについておりますので、迂闊には手出しが。手はある。と申しますと。百姓よ。は？おそらくその百姓ども村を捨て調散した者に違いあるまい。調散した百姓を文蔵がかくまったとなると。よろしくお願いいたします。辛いもなどが大量に出回りますと、砂糖の値下がりは目に見えております。それだけではあるまい。はい、本音を申せば、辛いもも主食に変わる作物、我々のような米麦を扱う業者にとりましては、それが出回ることは断じて許すことができませんので。なんじゃ、どうぞご勘定奉行様にもよろしくご配慮のほどお願いいたします。お願いいたします。仁吉さん、狭いところだが当分の間ここで我慢してくれ。わしは板の間を使うから。本当にすまねえことで。ありがとうございます。おっか、腹減った。こら。ああ、そうか。よし、ちょっと待ってろ。新さんが買ってくれた米を炊いてやるからな。うん。よいしょっと。お流しますから。え？そうか、じゃあ。それなに？お米だよ、タキチ。違う。違う？わしらは刈り取った稲束をそのまま地主様のところに運びますだよ。そこで年貢の分も取られますだ。残りは泡や冷えに変えてもらいますだ。この子はまだ米を見たことがございません。今日が初めてでございます。上様のお気持ちはよくわかります。しかし今の上様はまず公儀の財政を立て直し、天下のご政道を正すという大きなお仕事をしなければなりません。その件につき上様にご進言をと、勘定奉行の木島武右衛門が書院に控えております。木島、世に進言これやりと聞く。遠慮はいらぬ、存分に申せ。ははあ、恐れながら我が国は瑞穂の国、百姓どもを米作に専念いたさせることこそ天下国家の安寧につながり、ひいては将軍家のご威信を高めることに。
ところが。そのようなことは分かっておる。そちの言いたいことは、余が関東大官に辛いも作りの話をいたしたことであろう。まさかそのような。もしその米が不作となったとき、百姓衆はどうする。仮に不作の折にも換金できる作物があれば、それを年貢の一部といたし、せめて百姓衆の手元には翌年まで食べられる米麦が残るであろう。そうは思わぬか。しかし上様。木島、百姓衆のことを考えたことがあるか。目先ばかりにとらわれてはならぬ。よいな。ほう。深川の青木文蔵の長屋に参ったが、仁吉、豊、ともども行方知れず。辰五郎、その方を存じておろう。とんでもねえ。それは一体どういうことですか。青木文蔵が調査いたした百姓をかくまったのだ。辰五郎、その方の責任で今日中に三人の者を北町奉行所まで連れてまいれ。よいな。おう、新さん。よ、奥にいるんだろう。おお、やってんな。おお、お前のタクシー。頑張れ頑張れ。だ。おお。どうやら大黒屋が手を回したらしいな。大黒屋？そうなんだ。あいつから全くふざけてなんだよ。芋作りは国のためだよ。それなのによ、お前。大黒屋の後ろで糸を引いてる黒幕がいるようだ。新さん、すまんが、ちょっと軍資金を貸してくれんか。どうして芋作りがお国のためなのよ。そりゃお前決まってんじゃねえかい。ちょっと新さん、あんたでしょ、芋作り始めたいって言い出したのは。一体どう思ってんのよ。いや、先日食べた辛いもがすごくうまかったのだ。あ、小内さん、あるように見えてないのがお金、ないように見えてあるのがお金。ちょっと新さん、あんたずいぶんいい財布持ってんだね。ちょっとお前さん、新さんまさか盗み。マジバカだな、お前は。なんてこと言うんだよ、お前。だけど新さんはこんな。だけど新さん、この人はね、そんな恐れ多くもだよ。いや、あのな、お茶持ちさんだろう、もうお茶出せよ。しんな、しんさん。出せっつんだ、お茶を。いいから。うん、わかった。北町奉行に手配しておこう。ところで、上様は何をしておられる？はい、辛いも作りに熱中しておられます。これを買ってもらいたい。琉球産の黒砂糖、これは見本だが、亭主に合わせてくれ。これをどこから。わかるか亭主、ここが三浦の観音崎。防犯の御用船が先日の嵐で難破いたし、積み荷の黒砂糖2000俵のうちの半分が水浸しとなった。ところが砂糖は金製品、御用達商人でなければ勝手にはできん。密かに荷揚げした残りの1000俵を江戸表で何とか換金せねばならぬ羽目となった。しかし1000俵の黒砂糖となると一時にはちょっと。金は後でも構わない。荷受けの証文だ。その方の一番信頼できる者に保証人になってもらおうか。わかりました。では明日にでも保証人に会っていただきましょう。種芋はようやく届いたぞ。これさえあれば春先に室で発芽させて5月には差し苗ができるぞ。そうか。あった。こら、てめえら北町のお咎めはなかったかもしんねえが、こっとらそうはいかねえんだ。こら、おい、やめだ。ねえねえ、立ってんだ。
んな奴らに構っていられない。さあ、仕事を始めよう。勘定奉行の木島様に会ってまいった。田んぼに生える雑草は目のうちに抜き取るものだ。わかるな、軍兵衛。では。なるべく土盛りをしてこの畝を高くすることだ。で、問題はこの土なんだけれども、これはさえ私が近場行って見てきた。手術をしよう。湯をたくさん沸かしておいてくれ。私は支度をしてくる。たきち、おっか、しっかりするだよ。おっか、おっか、おとやん。はさ、おう、けんぞ、どうした。広くの野郎が三品を使って仕返しをしやがったんで。すると清六の手のもんじゃねえかもしれねえな。課長、いや、やつら来るなってのに決まってるさ。よし、行くぞ、支度しろ。へい。うちの人を男にしてやっとくれ。お豊さんが助かりますように。おい、キュール、てめえら汚ねえぞ。俺はてめえらの上のからくりはわからねえよ。だがな、もう勘弁にならねえんで、てめえんとこの大黒柱もらうくれな。この二人の身元を南町奉行所の面目にかけても必ず洗い出せ。よいな。信頼なんかしないぞ。
祭りに行くんだ。おっかと。鶏三ついる。猫もいる。一緒に武州へ帰るだよ。おっかと、みんなで帰るだよ。泣くなよ。百姓は泣かねえ。タクシー。おっかいつも言ってるだ。おっかは強いぞ。お前よりも強いぞ。だからおっかは死なねえぞ。死なねえ。そうだ、死ぬもんか。おっか見てくる。どうしても話したいことがある。新さん、あんたその手で土を掘り火を埋め、こういったごを担いだことがあるかね。いいかね新さん、あんたが仮に大身の若さんで本気で辛いも作りにかけるなら、せめて全財力を傾けなさい。働けぬ者は金を出す、金のない者は知恵を出す、絞り出す、それぐらいの覚悟がなければただの遊びでしかない。私の覚悟は決まったよ。一生辛いもの栽培にかけよう。あんたはどうする、どうするね。私の力の及ぶ限り全力を尽くそう。今のあなたの言葉を肝に銘じて力の及ぶ限りやってみよう。約束をする。必ず。品川は代官所の支配地。まあご情報通りなら南町奉行所の者が代官所の届けを受けて辰五郎を捕まえに来るところだが、大岡越前どうやらご多忙らしい。大黒屋に出入りする者のうち、あれだけの刺客を放つ力がある者となれば、こやつか。わしの差し向けた者どもはいずれも関東切っての手だれの者。それを二人も切ったやつがおる。しかもその死骸は南町奉行直々の検視を受けたと聞く。大岡殿と結びつく何かがあるのだ。
しかしお代官様には勘定奉行の木島様が。一心出世だけが生きがいのお人、頼りにはならぬ。喜八、その一千俵の黒砂糖をわしにくれぬか。わしはその黒砂糖を尾張大納言様にそっくり献上する。献上？それで。その代わりとして我々の身の保証をしていただくのだ。伊崎様、いずれ大納言様は天下をお取りになる。さすれば大岡など問題ではない。お主も黒砂糖一千俵の投資で末は天下の大商人。どうじゃ。わかりました。さすがはお代官様、大したご見識でございますな。お、お前大黒屋、虎の狸の川山妖怪。驚いたね。関東代官伊崎殿の悪知恵には。貴様ら何者だ。すると一千俵の黒砂糖は罠か。そんなもんがありゃ浪人なんぞしてますかって。何、約束の刻限より一足先についちまったんだな。新さん、どうやらこれで筋書きが。代官ともあろう者が砂糖の甘い汁に目先がくらんだと見える。何が先の見通しだ。私腹を肥やすための算段ではないか。おい、出てこい。おい、無事虫どものお迎えだ。その方何者だ。貴様たちのような悪党を見るとつむじ風のように大暴れしたくなる。江戸の暴れん坊さ。やるぜ新さん。よし。新さん、早いやつだ。その夜、大黒屋は砂糖値上げの元凶として探索を受け、喜八と九六一味ことごとく召し取られたが、関東代官伊崎軍兵衛はかろうじて脱出した。私めのためにいろいろとお骨折りをいただき、天津さん上様にも。いや、わしは何も。上様のなり。伊崎軍兵衛。はっ。その方の日頃の働き見事であるぞ。はっ。また上司としてかような働き者を手足のごとく使いよる木島、なかなかあっぱれである。恐悦至極に存じまする。よって二人に褒美を取らそう。上様のお作り召された天下の珍味、そうさ、お二方ご遠慮召さるな。さあさあ。これは食せると申すか。ご容赦を。ならぬ、食せ。
島。世の手作り、あくまで食せぬと申すか。それほどまでに恥辱を感じるのであれば、なぜに関東代官の不届きを見て見ぬふりをいたした。百姓衆のために辛いも作りをいたしておる青木文蔵に迫害を加え、あまつさえ罪のない農夫を幼き子の目の前にて切り捨てた。その方どもには一かけの人の心も残っておらんのか。所業不届き、木島武右衛門、即刻閉門蟄居申しつける。はあ。軍兵衛、残りの辛いもは持ち帰り、よく味わってみろ。せめて最後は武士らしくいたせ。よいか。いずこへ参られる。一人では死ねぬというのか。おめえまだ武士借りてか。うん。そうだな。お祭り持ち返し、一度帰ってみるか。ありがとうございます。武士へ帰って仲間に三人を連れてすぐまた帰ってまいります。みんな喜んで手を貸してくれますだよ。新之助さん、新しい畑をどこに作るんですか。うん、それはそれは近い方がいいよね。ね、お前さん、ちょちょっと行ってさ、ポッて二三本取ってこられるもんね。そのしょ、ひょっと芋の二三本抜くのはいいけどよ、さっきから酒が一本も出てねえじゃない。これどういうわけだよ。お待ちどうさんでございます。来たな。旦那さん、さださささね、どうしてみんな出してくれ。いや、カメさん、はい、よし、はい、おさえ、おめえなんでこの間から日本橋で買った着物着ねえんだよ。いや、あれ、うん、バカだな、お前。こういうめでたい時はあの着物着るんだよ。あの、かしら、ゲンさん。あ、そうか、分かったよ。もうあそこ入れておきゃな、虫はつかねえもんな。どうせ、いいとこあんな。だから俺はおめえ好きなんだよ。お前さん。じゃあお前も向こうで飲め。さあ、やってくれよ、みんな。享保12年、青木昆陽は吉宗の命を受け、まず浜御殿に官所を試食後、享保19年、小石川薬草園においてほぼ栽培に成功したと伝えられている。冬の日差しの中にもすでに春の気配があった。青年吉宗の胸にも新しい世直しの勇気がふつふつと芽生えているようである。あ、パピだ。
吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は。これは一体どうなってるんですかね。どうやら俺たちを隠し目付けと間違えてるらしい。ただの偽物とは思えん。俺はどこにいる。御前、こやつら真っ赤な偽物でございました。隠し目付けの名を語り、お上を恐れぬ聖武来の座だ。そうか、そう出たか。次回、西の河原に立つ男にご期待ください。